アン・ブーリンは、イングランド王ヘンリー・パッセーの二番目の王妃、エリザベス一世の聖母である。父の代で苗字の綴りを、ブロンから、ブリンに変更したが、アン自身もニャン・ブロンと呼ばれることがあった。ニャンは、アンという名前の当時の愛称であり、日本語でも、アン・ブリンと表記されることもある。父は、中仏大使、後ウィルトシャー及び、黄門の伯爵となったトマス・ブーリン、母は、 第二代のオフホーク公、トマス・ハワードの娘エリザベス・ハワード。ヘンリー・パッセイの三番目のオーヒー・ジェン・シーマーは鳩子、五番目のオーヒー・キャサリン・ハワードは十枚に当たる。アンの曾祖父ジェフリーは、ノーホークの農家出身で、木の織物公見習いとして上京した後、財産を成して、ロンドン市長にまで上り詰めた。その息子ウィリアムは、リチャード三世より、サーの称号を授かった。 ブーリン家は次々と伯爵家と縁組したり娘を国王に差し出すことで借位や領地を増やしていった。トマスにはアイルランド有数の名家オーモンド伯爵の相続権があった。トマスはサリー伯爵の娘エリザベスと結婚し一男二女が生まれた。その一人がアンであった。つまりブーリン家はわずか四代前まで平民の家系であった。 そのため研究家の一部は、ブーリン家の家系図において、意図的にジェフリーの出身地を記載しようとしない例もある。国王とのデアヤンは、幼少期にメヘレンのマルグリット・ドートリッシュの施設学校で教育を受けた後、フランス宮廷に戻った。1526年頃に帰国し、ヘンリー・パスへの最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの次女となった。 オーモンド伯爵の相続争いを収めるため、もう一人の相続人ピアス・バトラーとの結婚の話もあったが、立ち消えになった。他に、詩人のサートマス・ワイアットや後の、ノーサン・バーランド伯爵ヘンリー・パーシーとのロマンスもあったと言われるが、ジョアンナ・デニーのようにロマンスはいずれも根拠がないとする、歴史家もいる。同時代のフランス側の一時資料によれば、 アンは魅力に乏しい女性であり、国王のお気に入りという以外に、これといった特徴がなかった、と記録されている。やがてアンは、ヘンリー・パッセイの愛人になるよう求められた。ヘンリー・パッセイとキャサリンとの間には、王女、メアリー・しか子がなく、ヘンリー・パッセイは、男子の多い継承者を絶望していたものの、当初はアンを愛人にする程度で満足するはずだった。 しかし、アンから教皇に王妃の座を要求され、さもなければ、肉体関係は拒否すると宣言されたため、ローマ教皇クレーメンス7世にキャサリンとの離婚許可を求めることになった。王妃の座を追われるキャサリンと、公衆の面前で愛を囁く国王と、アンブーリンカトリック教会は、離婚を認めないが、離婚ではなく、結婚そのものが無効であったという認可を与えることで、 事実上の離婚を可能にする方法があった。ヘンリー・パッセイとキャサリンの場合、キャサリンがもともとヘンリーの兄、アーサーの妻だったことが結婚無効の理由になり得たが、教皇ユリウス2世から教会放棄によって特免を得ていたため合法的な結婚とみなされていた。また、キャサリンの老いにあたる神聖ローマ皇帝カール5世も国際関係を考慮して反対しており、 教皇庁は許可を出すことが難しかった。キャサリンは国民の人気が高かったために国内からも反対の声が大きかった。ヘンリー・パッセイはこれに激怒して教皇庁との断絶を決意した。こうしてイングランド国教会の原型が成立することになった。国王史上法によってイングランド国内において国王こそ宗教的にも 政治的にも最高指導者であることを宣言し、ヘンリーは1533年5月に、ンを正式な王妃に迎えた。これに反対したトマスモアは処刑された。また、国王史上法によって、カトリックの修道院の多くが解散させられ、反対した多くの修道士が処刑された。1533年5月23日、キャサリン王妃との結婚の無効の宣言がなされた。 6月1日、聖霊降臨祭の日に、戴冠式が行われ、アンが正式な王妃と宣言される。1533年9月、アンはヘンリー・パッセイの第二王女となるエリザベスを出産した。王子誕生を望んでいたヘンリー・パッセイは王女誕生に落胆したが、エリザベスには多い継承権が与えられた。アンは王女の身分を剥奪され、子に落とされたメアリーに対し、 エリザベスの次女となることを強要した。アンはまた贅沢を好み、宮殿の改装や家具、衣装、宝石などに浪費した。一方、ヘンリー・パッセイは、アンの次女の一人、ジェーン・シーモアへと心移りし、次第に、アンへの愛情は薄れていった。1536年1月、前王妃キャサリンが、遊兵先のキムボルトン城で亡くなった知らせを聞くと、アンとヘンリー・パッセイは、 黄色の衣装を着て、祝宴を開き、ダンスを楽しんだと神聖ローマ帝国及び、スペインの中英大使だったウスタシュ・シャピュイは本国に報告している。この行動を見た人々は不快に思い、二人がキャサリンを毒殺したと噂し合った。一方で、黄色はスペインを表す色であり、二人は個人としてはキャサリンの不法を悲しんでいたという記述も当時の文献にある。 その後、アンは男児を流産した。くしくも、キャサリンの葬儀の日だった。男子を産まず、流産を繰り返すアンから、王の長愛が離れたことを見て取り、アンの敵たちは力を増した。ロンドン島の案1536年5月1日、アンは結婚から2年後、国王暗殺の容疑、及び不義密通を行ったとして、反逆罪に問われた。 五人の男と貫通したとされたが、うち一人は、実の兄弟ジョージ・ブーリンだったとされる。同年5月19日、反逆、貫通、禁止相関及び魔術という罪で、死刑判決を受け、ロンドン島にて、残死刑に処せられた。この時、ヘンリー・パスセイは、イングランドの死刑執行人に処刑させず、フランスのリールから、ジャン・ロムバウドという死刑執行人を呼び寄せて、 執行させたと伝えられている。また、アンが断首され首だけになった後、明らかに何かを話そうとしていたという逸話がある。当時のイングランドは斧を使って斬首していたのだが、県での斬首を懇願するほど、アンは斧での執行を嫌がったという。アンを演ずる、ジュヌビエーブ・ビュージョレド日本大百科全書の解説、アン・ブーリンからコトバンク、クリストファー・ヒバート、女王エリザベス・ピーロク。 アール・マイルズ、我が名は、エリザベス、切断された首はどれくらいの間意識を保てるのか。2019年4月28日閲覧。日本語訳あり、メアリーの母、エリザベス・ハワードも、ヘンリーの愛人だったと言われていた。エリザベスの父、サリー伯爵、トマス・ハワードは、ヘンリーとキャサリンの結婚に反対した貴族の、筆頭だった、バラの王冠。 石井美希コピー386、ベル、ドインシー、ノーティスオブザ、ヒストリックパーソンズベリードインザチャペルオブストリート、ピーターアド・ヴィンキュラインザタワーオブロンドン P26。ありがとうございます。